今回は静岡県葛城ゴルフクラブうがりアウトコースの1番ホール。レギュラーティーからピンまで485ヤード、ロングホール攻略を紹介します。ティーショット、距離の短いロングホールとなります。スターティングから積極的にパーを狙っていきましょう。左サイドにフェアウェイバンカーがありますが、広々としたフェアウェイでティーショットは思い切って打っていけます。セカンドショット、セカンドショットではやや打ち下ろしになります。距離は比較的短いので、確実にフェアウェイをキープするショットを心がけましょう。サードショット、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。うがりアウトコースの1番ホールはパー5。レギュラーティーからピンまで485ヤード、パーの取りやすい、距離の短いロングホール。難易度は18ホール中14位。平均スコアは 6.14、平均パット数は 1.95。客切りの人は3-4-2パットが無難です。うがりアウトコースの1番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで485ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、距離の短いロングホールとなります。スターティングから積極的に、パーを狙っていきましょう。左サイドにフェアウェイバンカーがありますが、広々としたフェアウェイで、ティーショットは思い切って打っていけます。うがりアウトコースの1番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットでは、やや打ち下ろしになります。距離は比較的短いので、確実にフェアウェイをキープする、ショットを心がけましょう。うがりアウトコースの1番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。うがりアウトコースの1番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブうがりアウトコースの2番ホール。レギュラーティーからピンまで411ヤード、ミドルホール攻略を紹介します。ティーショット、大変距離の長いパー4です。やや右ドッグレッグしています。ティーショットは、フェアウェイセンターから、やや左サイドを狙ってください。
セカンドショット、セカンドショットも比較的大きなクラブが必要となります。無理せず3オンも一つの攻め方です。このホールはバンカーが一つもないのが特徴で、サードショットのアプローチでパーを狙うのが良いでしょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ブガリアウトコースの2番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで411ヤード。距離が長く、右ドッグレッグしているミドルホール。難易度は18ホール中2位。平均スコアは 5.68。平均パット数は 2.02。90ギリの人は3オン2パットが無難。100ギリの人は4オン2パットが無難です。ブガリアウトコースの2番ホールパー4、レギュラーティーからピンまで411ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、大変距離の長いパー4です。やや右ドッグレッグしています。ティーショットはフェアウェイセンターからやや左サイドを狙ってください。ブガリアウトコースの2番ホールパー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットも比較的大きなクラブが必要となります。無理せず3オンも一つの攻め方です。このホールはバンカーが一つもないのが特徴で、サードショットのアプローチでパーを狙うのが良いでしょう。ブガリアウトコースの2番ホールパー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブブガリアウトコースの3番ホール、レギュラーティーからピンまで136ヤードショートホール攻略を紹介します。ティーショット池越えの美しいショートホール、やや打ち下ろしになりますが、比較的距離があるので距離感に注意してグリーン中央を目標に打っていきましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ブガリアウトコースの3番ホールはパー3、レギュラーティーからピンまで136ヤード池越えのショートホール。難易度は18ホール中18位。平均スコアは 3.61。 平均パット数は 1.97。 100キリの人は1オン2パットのパー3チャンスです。ブガリアウトコースの3番ホールパー3、レギュラーティーからピンまで136ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、池越えの美しいショートホール。
やや打ち下ろしになりますが、比較的距離があるので、距離感に注意して、グリーン中央を目標に打っていきましょう。ウガリアウトコースの3番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリアウトコースの4番ホール、レギュラーティーからピンまで363ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット直線的なパー4のミドルホール、フェアウェイバンカーもなく、また左右 OB もありません。思い切ったティーショットを狙っていきましょう。セカンドショット、セカンドショットでは比較的フラットなライからのショットとなります。やや打ち下ろしですが、見た目より距離はしっかりありますので、距離感には要注意です。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリアウトコースの4番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで363ヤード、思い切りティーショットが打てるミドルホール。難易度は18ホール中9位、平均スコアは 5.31、平均パット数は 1.99。 100ギリの人は3オン2パットが無難です。ウガリアウトコースの4番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで363ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、直線的なパー4のミドルホール、フェアウェイバンカーもなく、また左右 OB もありません。思い切ったティーショットを狙っていきましょう。ウガリアウトコースの4番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットでは比較的フラットなライからのショットとなります。やや打ち下ろしですが、見た目より距離はしっかりありますので、距離感には要注意です。ウガリアウトコースの4番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリアウトコースの5番ホール、レギュラーティーからピンまで318ヤードミドルホール攻略を紹介します。
ティーショット、距離は短いですが、フェアウェイバンカーが左右にあり、ティーショットの落とし場所が狭くなっています。グリーンは砲台型で、周りをバンカーがガードしています。セカンドショット、セカンドショットは方向性の正確さが必要で、ガードバンカーに捕まらないよう距離感に注意してください。グリーンオーバーは禁物です。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリアウトコースの5番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで318ヤード。ティーショットの落とし場所が狭くなっている。難易度は18ホール中12位。平均スコアは 5.13。平均パット数は 1.96。100ギリの人は3-4-2パットが無難です。ウガリアウトコースの5番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで318ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、距離は短いですが、フェアウェイバンカーが左右にあり、ティーショットの落とし場所が狭くなっています。グリーンは砲台型で、周りをバンカーがガードしています。ウガリアウトコースの5番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットは方向性の正確さが必要で、ガードバンカーに捕まらないよう、距離感に注意してください。グリーンオーバーは禁物です。ウガリアウトコースの5番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリアウトコースの6番ホール、レギュラーティーからピンまで167ヤード、ショートホール攻略を紹介します。ティーショット、グリーンの左サイドに OB の池がある。ショートホール、引っ掛けは禁物。グリーン奥からの傾斜がかなり強く、下りラインパターに要注意です。また、グリーンオーバーもトラブルになります。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリアウトコースの6番ホールはパー3。レギュラーティーからピンまで167ヤード。グリーン左サイドにオービーの池がある。ショートホール。難易度は18ホール中16位。平均スコアは 3.98。平均パット数は 2.01。100切りの人は1-on-2パットのパー3チャンスです。
うがりアウトコースの6番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで167ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、グリーンの左サイドに、ボービーの池がある。ショートホール、引っ掛けは禁物。グリーン奥からの傾斜がかなり強く、下りラインパターに要注意です。また、グリーンオーバーも、トラブルになります。うがりアウトコースの6番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。今回は、静岡県、葛城ゴルフクラブ、うがりアウトコースの7番ホール。レギュラーティーからピンまで355ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。ティーショットは、正面フェアウェイバンカーの、ウタンを狙ってください。右サイドの林は OB ですので、スライスは禁物です。セカンドショットは、やや打ち下ろしで、距離感の正比が、パーオンの決め手となります。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。うがりアウトコースの7番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで355ヤード、右ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中11位。平均スコアは 5.21、平均パット数は 1.92。100ギリの人は3オン2パットが無難です。うがりアウトコースの7番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで355ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、ティーショットは、正面フェアウェイバンカーの、ウタンを狙ってください。右サイドの林は OB ですので、スライスは禁物です。うがりアウトコースの7番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットは、やや打ち下ろしで、距離感の正比が、パーオンの決め手となります。うがりアウトコースの7番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は、静岡県、葛城ゴルフクラブ、うがりアウトコースの8番ホール。レギュラーティーからピンまで388ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。
ティーショット、2段フェアウェイの上段、センターやや左を狙って。ティーショットは、思い切って飛ばしてください。右サイドが OB ですが、フェアウェイは広く、OB の心配は、ほとんどありません。セカンドショットは打ち下ろしとなります。距離が長いホールですから無理をせず手前花道から攻めるのも一つの方法です。グリーン常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリアウトコースの8番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで388ヤード。第1打は思い切って打ち、2段フェアウェイ上段へ。難易度は18ホール中6位。平均スコアは 5.47。平均パット数は 1.91。90ギリの人は3オン2パットが無難。100ギリの人は4オン2パットが無難です。ウガリアウトコースの8番ホールパー4レギュラーティーからピンまで388ヤードティーショットの攻略ポイントは2段フェアウェイの上段センターやや左を狙ってティーショットは思い切って飛ばしてください。右サイドが OB ですが、フェアウェイは広く、OB の心配はほとんどありません。ウガリアウトコースの8番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットは打ち下ろしとなります。距離が長いホールですから、無理をせず、手前花道から攻めるのも、一つの方法です。ウガリアウトコースの8番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。今回は、静岡県、葛城ゴルフクラブ、ウガリアウトコースの9番ホール。レギュラーティーからピンまで526ヤード、ロングホール、攻略を紹介します。ティーショット、葛城ゴルフクラブで、最も距離のあるパー5。OB ラインがグリーンの右サイドにまで続きますので、右へ打つのは禁物です。フェアウェイ左サイドを狙った安全重視のティーショットが重要となってきます。セカンドショットも右サイドの OB ラインには10分に注意して狙いましょう。サードショット、アップヒルのライからの、サードショットでは、やや大きめのクラブで、攻めてください。グリーン、常に2パットを、頭に置きながら、プレーをしていきましょう。
うがりアウトコースの9番ホールは、パー5。レギュラーティーからピンまで526ヤード、最も距離のあるロングホール。難易度は、18ホール中、3位。平均スコアは、6.63。平均パット数は、2.01。90ギリの人は、3オン2パットが無難。100ギリの人は、4オン2パットが無難です。ウガリアウトコースの9番ホール。パー5、レギュラーティーからピンまで526ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、カツラギゴルフクラブで、最も距離のあるパー5。OB ラインが、グリーンの右サイドにまで続きますので、右へ打つのは禁物です。フェアウェイ左サイドを狙った、安全重視のティーショットが、重要となってきます。ウガリアウトコースの9番ホール。パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットも、右サイドの OB ラインには、十分に注意して狙いましょう。ウガリアウトコースの9番ホール。パー5、サードショットの攻略ポイントは、アップヒルのライからの、サードショットでは、やや大きめのクラブで、攻めてください。ウガリアウトコースの9番ホール。パー5、グリーン、常に2パットを、頭に置きながら、プレーをしていきましょう。